本日は、インフォバー XV、発売記念イベント、インスパイアドバイインフォバーにお越しいただきましてありがとうございます。昨日ですね、インフォバー XV、7月に発表したんですけども、とうとう発表となりまして、これ 15th アニバーサリーインフォバーということで今回出させていただいているんですが、初代のインフォバーがですね、デビューしたのが今から15年前の10月のことになります。こちら、こちらですね、皆さん見覚えがあるかもしれませんけれども、この初代のインフォバーを、2003年の10月に出しまして、それ以降ですね、こちらにあります通り、携帯電話としては初代のインフォバーに続いて2007年にはインフォバー2ですね。でそのインフォバー2の後、2011年からはですね、スマートフォン版のインフォバーを、4機種ほど製品化しております。2011年に A01、それから2012年には C01 という点キーのついたスマートフォン、そしてインフォバー A02 というのが2013年、2015年には A03 というモデルを出しております。で今回登場しましたのがこのインフォバー XV なんですけれども、こちらのスマートフォンではなくてですね、インフォバーらしいタイルキーがついた 4GLTE 形態ですね、いわゆるカラーと呼ばれるものになります。でカラーはインフォバーらしい錦鯉がですね、初代からずっと続くシンボルカラーなんですけれども、その錦鯉とそれから新色のですね、ナスコン、ナスの恋人というんですけど、ナスコン、そしてチェリーベリー、この3色の展開になっています。インフォバーがですね、この15年と長きにわたって、生き残ってこれたのもですね、実はたくさんのインフォバーファンの皆さんがいらっしゃる、そのおかげかなというふうに思っております。でこれは昨年のですね、2月にタカラトミー社とですね、共同で、インフォバーとトランスフォーマーのですね、コラボレーション、こういったものをですね、クラウドファンディングで行いまして、この時にはですね、支援金額が3230万円、支援者数が3535人というふうに大好評をいただきましてですね、ここでもインフォバーのファンがたくさんいらっしゃるということが分かったというところでございます。それからですね、昨年のこれ3月に実施したこれ au 思い出携帯グランプリという企画なんですけれども、今まで au で出した全ての機種、これもですね、2期投票を行いました。するとですね、このご覧の通り、初代インフォバーがですね、圧倒的な1位でございまして、その後、2位がインフォバー2、4位にインフォバー A01 が入るという形でですね、インフォバーシリーズが上位を占める、そんな結果となっております。こちらの絵は我々のオウンドメディアのですね、中でやっている、みんなの携帯図鑑というものなんですけども、ここにでもですね、インフォバーファンの皆様から、これ本当にごく一部なんですが、いろんな熱い思いを投稿していただいていたりもします。こうした活動を通じてましてですね、今回、やっぱりインフォバーのファンの皆様が非常にたくさんいらっしゃる、たくさんの皆様から愛されているということを、再認識しまして、今回のインフォバー XV の企画がスタートいたしました。で今回のインフォバー XV ではですね、これまでの開発手法とは違って、これまで以上に、ファンの皆様とのつながりといったものを大切にしながら、開発を進めていく、そんなことを考えて、いくつかの企画を、行いました。でまず実施したのがですね、クラウドファンディングですね。インフォバー XV を応援して名前を刻もうという、タイトルでクラウドファンディングを行いました。これは7月の12日から8月30日にかけてですね。でその結果がこちらになります。支援金額が約1294万円ぐらいですね。で支援者数が3539名ということで、目標金額の10倍を超えるご支援をいただくことができました。でこれはメインのリターン、いくつかリターンがあったんですけども、メインの支援していただいたリターンなんですけども、インフォバー XV のですね、クレジットタイトルにお名前をクレジットしますということで、今ちょっと画面に映ってますが、これは支援者のみにですね、隠しコマンドをですね、お知らせしておりまして、それを入力すると、こんな形でですね、これは動かすことができるんですけれども、映画のエンドロールのような形で支援者の名前が出てくる、
まあ、そんなものが、メインのリターンとして設定されておりました。さらに今年の7月から9月にかけてですね、インフォバのファンミーティングというのを実施いたしました。こちらが au 新宿で行った時の、記念撮影の様子です。非常にたくさんの皆さん、これ抽選で全員というわけではなくてですね、一部の方になったんですけども、抽選でたくさんの方にお越しいただきました。こんな感じでですね、インフォバの本当ファンの皆様が、ご自身のインフォバをたくさん持ち寄っていただいて、アートマンインフォバの XV を見ていただく、そんなようなファンイベントを実施しております。こちらは au 京都で行った時の様子ですね。こんな感じで、展示を撮影していただいたり、この写真すごいんですけども、インフォバのファンの皆さんが持ち寄っていただいた錦鯉だらけのテーマですけども、こんな形でですね、いろいろ持ち寄っていただいたりと。これは名古屋で行った時の写真。そしてですね、ユニークなのがですね、この武蔵塗料という、これインフォバーのですね、錦鯉をはじめとするカラーを、歴代のカラーをですね、手掛けていただいている塗料メーカーさんなんですけども、こちらでもファンミーティングを実施いたしました。こんな感じでですね、これ錦鯉赤の塗料の実際そこで塗装する、そんなことを見ていただく、そんなファンミーティングを実施いたしました。ということでですね、インフォバなんですけれども、こんな形でファンのたくさんの皆様から支えられているというだけではなくてですね、実はクリエイティブなマインドを持つ、皆様の、インスピレーションを、刺激するような、そんな存在なのかなというふうに思っています。これはちょっとこれはイメージとして挙げているんですけども、実際はですね、ウェブの中でですね、インフォバで検索していただくと、インフォバをモチーフにした、さまざまな作品が投稿されてまして、そのジャンルもですね、グラフィックデザインだけではなくてですね、漫画だったりとかですね、ファッションですとか、あるいは食、そういった、形で、非常に多岐にわたる形でですね、インフォバをモチーフにした作品がアップされていたりします。で、本日のイベントなんですけれども、インスパイアドバイインフォバーという名前で、のイベントなんですが、これはですね、インフォバーがやはりその人々に、のクリエイティビティを、触発する存在という点に着目しまして、構想されたものでございまして、今回はインフォバーのファンの、クリエイターの皆様3名の、クリエイターの方々に、インフォバーをモチーフにした、素敵な作品を制作していただきました。ジャンルは、こちらにございます通り、ファッション、フード、それからスペース、この3ジャンルでございます。で、インフォバーの特徴的なカラーですね、まず錦鯉をモチーフにして、ファッションデザイナーの小野元成さんに作品を作っていただきました。それからラスコンをモチーフにして、フードデザイナーの、クレイジーキッチンさん、それからですね、チェリーベリーをモチーフにして、バロンアーティストの神宮恵美さんに作品を制作していただきました。そして作品モデルがですね、最上もがさんです。で、この後いよいよ、皆さんにご登場いただきます。はい、ということでございまして、au は、インフォバのファンの皆様と、共にですね、ワクワクを提案し続ける会社でありたいというふうに考えております。どうぞご期待ください。それではこの後も登場していただくと思いますので、ちょっとお待ちください。ありがとうございました。砂原さん、どうもありがとうございました。それではここでインスパイアの